こんにちは、今日は26日です、まず、和成くんの誕生日おめでとうございますということで、今日は弟の誕生日ですね。26日です。23歳になったのかな。まあ兄弟ともども、刺激し合いながら過ごせたらいいなと思ってますし、ちーちゃんも20日に誕生日迎えましたけど、まあこうやって家族兄弟でね、切磋琢磨できるのはなかなかないと思うので、非常に切磋琢磨3人でね、活躍できたらなとは思ってます。22時5分でこれから練習の方に向かいます。いいモチベーション作って練習したいとは思います。今一緒に住んでるね、選手たちと、まあ留学生と一緒に、まあ焼肉大会して、一昨日かなにいろいろ買ってきて肉とかやったんですけど、もう食べきれなくて、買いすぎました。話しくワイワイできたし、こういうのがね、みんなの一つの気持ちがね作れればなとは、まあ26歳ならではのには思ってます。まあ楽しかった時間でもありますし、一昨日は彼女の友達のとかとね、あと家族とかと一緒に、クリスマスは過ごしましたけど、まあその後今日は昨日は日本人と一緒に過ごした、あと韓国人か、セラフェ自動車学校で一緒だった韓国人も、来ましたよ。まあアジア人で、クリスマスパーティーをしました。そんな感じです。充実した2日間のオフにはなったかなとは思っています。クリスマスの振り返り、非常に楽しかったですと、これからの、今日の練習を含めて、また新しいシーズンに、ハーフシーズンに向けてね、頑張っていきたいと思っています。まあそんな感じで今日の一言日記にしたいと思います。ではまた。